なたを楽園に連れて行ってあげる。私、ミュウ。辛い、苦しいってあなたの声、聞こえたよ。だから、メビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは、全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。どれだけかましんだらいい。泣いたって昨日とはもう二度と出会えないのに。人間みんな乗車必須。栄光はやがて巡り、僕じゃない誰かがまだ一つ夢を叶え。曖昧な幻想に夢を見て、ノー回転交差して在校生代表祝辞。在校生代表2年4組柏葉琴乃。以上在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表当時。卒業生代表3年4組響健介。はい。祝辞。在校生代表2年2組。以上在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表当時。新入生代表1年1組響健介。はい。気づいちゃいましたか。残念ですよ先輩。どうした。おいおい、なんだよ。ほう、まずいなあいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに、事件？逃げ出したいのはこっちよ。あの人も見えてるんだ。ねえ僕ら見つめ。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。でも記憶は消したから、メビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。何か気に入らないことあった？教えてくれれば私が何とかしてあげるよ。うん、みんながミヤビシって呼んでいるこのメビウスの半分は私が作ったんだ。だから私なら君のためにいろんなことをしてあげられるよ。
何かがおかしかったり足りないから、君もメビウスが偽物だって気づいたんだよね。ねえねえ、何が欲しいの？何があったらずっとここにいてくれる？何もいらないの？へえ、そんな人もいるんだね。困ったな。やっぱり本当の家に帰りたいのかな。本当にごめんね。それだけはダメだって言われてるの。ミュー！あ、アリア！ミュー、早くメビウスと輪を解いちゃってよ。メタバーセスに帰るわよ。オッケー？ダメだよ、できないよ。みんなと約束したんだもん。こら、ミュー。おい、お前、何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃねえか。せっかくのライブを中断させやがって。覚悟しやがれ。なんかヤバそうな感じ。ひょっとしてこれ逃げた方がいいんじゃない？おい、こっちだ。落ち着け、つうん？つぇお前、頭かってぇな。落ち着いたか？ほら、逃げるぞ。ああ、危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。見りゃわかるだろうが、お前と同じ学校だ。お前も周りの連中がおかしく見えるようになっちまったんだろ。やっぱりか。それなら安心しろよ。俺もお前と同じ変な連中が見える仲間だよ。入学式のあんたを見て助けに来たんだ。ひとまずここをなんとか切り抜けて、俺の仲間がいる場所まで行こう。この世界のことに気がついてる人がいるの？なんだこいつは。まさかミュウの仲間か？違うわよ。いや、違くないけど。まあそうだったけど、今はそうじゃないの。こいつチビのくせに声がでけえ。分かったから、もう少し静かに喋れ。奴らに気づかれ。見つけたぞ。行ったそばからこれか。やるしかねえのかよ。クソチビ、後で覚えとけよ。仕方ないじゃん。バーチャドールは声量が命なんだから。でもこれって絶対絶命のピンチってやつよね。うまくいく保証はないけど、ユウにかけてみるしかないかも。いい？よく聞いて。これからユウの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユウはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユウも現実に苦痛を感じてたんでしょ？誰にも理解されなくて、どうしようもなくて、逃げ出したくてここにたどり着いたんでしょ？聞かせて、受け止めるから。それだけじゃ足りない。全部吐き出して。そう、そのまま聞かせて。ここなら他に誰も聞いてないよ。私が全部受け止める。さあ、話して。恥ずかしくても、醜くてもいい。願いがあるんでしょ？苦しかったね。それを全部自分の中に抑え込んで、生きてきたんだよね。でももう大丈夫。
苦しいことも辛いことも私がそれを力に変えてあげる。ほら、優の中から思いが溢れようとしてるの感じるよ。肉体の殻を破ろうと膨らんでる。周りのことなんて気にしなくていいよ。その気持ちを全部ぶちまけちゃえ。行くよー。 Are you ready? Go!おい、なんだその姿。それがユウの心の形。この世に二つと同じもののないユウだけの力。さあ反撃の時間だよ。ユウの心の力バーンと見せつけちゃって。よし、先に進もう。どうやら死んじゃいないみたいだな。うん、大丈夫。しばらくすれば正気に戻るはずだよ。さっきの武器は何なんだ？どこから説明すればいいかな。人間って誰しもが自分の内側にいろいろ溜め込んでるでしょ。いきなり何の話かわからねえが、そうだな、そういうもんだわ。その内側に溜め込んだドロドロの心を現実では理性とか建前で抑え込んで生きているんだよね。ただこの世界では抑圧する必要がないからか、内側のものが溢れ出ちゃうわけ。体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの。それがさっき襲ってきた奴ら、デジヘッド。要するに外面気にせず好き放題に暴走しまったのが奴らってことか。じゃあなぜ俺はそうなってね。こいつもそんな気配がないぞ。現実の存在に気づいてるからだね。理性が邪魔して内に秘めた心を周りにさらけ出すことができない。こんな世界に来てまで人目気にして生きてる小心者だからってことか。そのおかげで暴走せずにいられるんだよ。ただその心の力ってこの世界じゃ特に強力だからね。同じものがないと対抗できない。そこで調律担当のアリアちゃん登場。殻を割って暴走しようとする心をよしよしって安定化させられちゃうの。内側に秘めた心の爆発をコントロール可能な状態にしたのがさっきユウが使った力ってわけよ。私はそれを人間の言葉を借りてカタルシスエフェクトって呼んでる。どう？イケてるでしょ。カタルシス、抑圧からの解放だったか。昔医者から聞いた気がすんな。でお前は何なんだ？私はミュウと同じバーチャドールだよ。ミュウをメタバーサスに連れ帰るために来たんだ。たまたま同じ頃に発売された私とミュウはメタバーサスにあふれる情報の海を漂ううちに自分の意思で動けるようになって友達になったんだ。まあそんな名前のバーチャドールもいたか。こんなチビじゃなかった気がするが。でメタバーセスってなんだ？うん、私たちはネットのことを仮想空間のメタバースと無意識の ES を足してメタバーセスって呼んでるの。人間ってネットにいろんな情報垂れ流すでしょ。それって知識や楽しいことだけじゃないんだよ。よく私たちに作ってくれる曲にもやっぱりそういうものが多いんだよね。みんなの辛さが痛いほど伝わってくるんだ。みんなのいろんな感情がごっちゃになって渦巻いてるメタバーセスはユウたち人間の無意識みたいなものなんだよ。私とミュウはそんな人間の悩みを何とかしてあげたいって思ったんだけど、だんだんミュウが変になっていったんだ。ミュウの仲間だけど仲間じゃないってのは本当みたいだな。
よくわかんねえことだらけだが、ひとまずそれで納得しとくわ。もう少し詳しく話を聞きたいが、この続きはまた後にして、場所を変えよう。ここにいたらまた見つかるかもしれねえ。アリアだっけか。お前もそれでいいだろ。うん、とりあえず当てもないし、ユウたちについていくことにするにゃ。安全な場所が学校にあるんだよ。東大元暮らしだろ。そこで俺の仲間と合流しよう。ここが俺たちの隠れ家だ。音楽準備室？この世界じゃ音楽といえば DTM だからな。吹奏楽は人気がなくて誰も寄りつきゃしない。ひとまず仲間たちを紹介する。ついでにデジヘッドに見つからずに過ごすコツみたいなのも教えられるはずだ。ここが現実じゃないって気づいたことで何かと苦労することはあると思うが、困ったらほどほどに頼ってくれ。そこまでしてもらうならいっそユウも仲間に入れてもらっちゃったら。せっかく同じ境遇の人がいるんだし、一緒にいた方が安全そうでしょ。それに私も事情を知ってる人が一緒にいてくれた方が協力しやすいしね。旅は道連れ、世は情けってやつだよ。俺は構わないぞ。というかお前のあの能力があればむしろ俺たちの方が助かるくらいだ。はい、ほらこう言ってるんだし。決まりみたいだな。さあ入ってくれ。中の奴らも喜ぶはずだ。ようこそ帰宅部へ。いろいろあってな。まあそれは後で説明するとして、まずは新入部員の紹介からだな。へえ、もう入部が決まってんのか。たまには翔吾も部長らしいことするじゃねえか。おお、よかった。入学式を飛び出しちゃうなんて心配したんですよ先輩。紹介する。ここにいる4人が俺たち帰宅部のメンバーだ。私は柏葉琴乃よ。琴乃でいいわ。よろしくね。よー新入り、だいぶビビってたみたいだけどもう安心していいぜ。この巴小太郎様がバッチリ助けてやんよ。私1年3組の篠原美冬です。で、この前卒業したばっかりなんですけどね。あ、私神楽鈴奈って言います。美冬ちゃんと同じでこの前卒業して1年生になりました。まったく何度聞いてもおかしな自己紹介だな。入学式の一件でお前も気づいたろうが、ここじゃどういうわけか延々高校3年間が繰り返されてる。老若男女問わず高校生だ。笑えるだろ。生身の人間って言い方が正しいのかわからんが、人間らしい連中は誰も大人にならない。そこらを歩いている大人はみんなカクカクした偽物よ。あとは機械のお化けみたいになっちゃってる連中ばっかり。そしてそのことに気づいてるのはどうも俺たち帰宅部くらいって。ところで本題に入ろうか。ちょっとユウ、大事な人のこと忘れてくれちゃってない？ん？今の声は何？ああ。はーい、エブリバーディー、あたし、アリア、よろしくしちゃって。妖精？うわー、ちっちゃい、かわいい。あ、この子バーチャドールの。あ、私を知ってくれてるの？サンキュー、ありがとう。な、じゃあこいつミュウの仲間じゃねえかよ。どけ新入り、ぶっ潰してやる。私なんかした？こうなるから順を追って話そうとしたんだ。いいから落ち着け、お前ら。無理みたいだな。
悪いな、部員には俺から説明するからちょっと待ってるくれ。どこまで話したか。要するに俺たちは現実とは違う世界に閉じ込められてるってことだ。出口もなく帰る方法も見当がつかない。そしてこの世界に閉じ込められた奴に共通してるのは、現実のどこかしらでミューの歌を聴いていたということだ。この街も至るところでミューの歌が流れまくってるが、気をつけろよ。デジヘッドだったか。ずっと聴いてるとあいつらみたいにおかしくなっちまうからな。おかしくなった奴らはみんな揃いも揃ってミューの話ばかりだ。信者って言った方がしっくりくるな。ミューがこの世界に関係しているのは間違いない。それを探って現実に帰ろうとしているのが俺ら帰宅部ってわけさ。ここが現実じゃないこともミューが関係していることも間違ってないよ。この世界、メビウスは私とミューが作ったんだ。お前とミューが作っただって？やっぱりお前のせいじゃねえか、この野郎。落ち着け、小太郎。こいつは敵じゃねえって説明したばかりだろうが。落ち着けるかよ。このチビのせいで俺らはこんなところに閉じ込められてんだろう。まずはこっちの話を聞きなさいよ。図体ばっかり大きくて器の小さい男ね。なんだと？俺はチビなんかじゃねえぞ。このドチビ、チビッチョ。うっさいわね。ハートが小さいっつってんのよ。このキモチビ、キモチビッチョ。この誰がキモいチビだ。誰もキモいなんて言ってないでしょ。まあキモいけど。何そのサングラス、かっこいいとでも思ってんの？てめえ、黙って聞いてるや。いい加減にしとけよ。全然黙ってなかったし、受けて立つわよ。てぇ、うるせえ、黙って聞け。小太郎くんの気持ちもわからないでもないけど、まずは話を聞きましょう。ようやく見つけた手がかりなんだもの。そうですよね。ねえアリア、そもそも何のためにそんなことしたの？みんなを、悩みを抱える人たちを幸せにしたかったの。でもそのうちミュウが人の魂を閉じ込めるようになっちゃって、ミュウの力が大きくなるにつれて私の力や体は小さくなっちゃうし、私には何が何だか。ねえ、みんなが家に帰れるように説得するから、ミュウを探すのを手伝って。ミュウ本当にいい子なんだよ。俺から言わせりゃ、どういうつもりでミュウが人間をこの世界に閉じ込めているのかはこの際どうでもいい。はっきりしてるのは、ここにいる全員が本当の家に帰りたがってるってことだ。お前だってそうだろ。現実離れしすぎててよくわからないけど、ここから出るためにはミュウを探し出すしかないみたいね。私は乗るわ。グズグズしていられないもの。私もやります。ここはご飯も美味しいし楽しいとこですけど、でも帰らなくちゃならないんです。私も頑張ります。俺の腹は決まってる。どうする、小太郎。この手がかりを見過ごすつもりか。仕方ねえな。お前らだけじゃどうしようもねえだろうし、俺が助けてやんよ。決まりだな。アリア、ミュウがどこにいるか心当たりは？ミュウに楽曲を作ってる人気トールピー、オスティナートの学士っていう人たちを探すのが一番近道のはずだよ。学士たちの作る曲とミュウの歌が
ファンの子たちからメビウスを維持する力を生み出してる。カクシたちを探し出せばミューの元にたどり着けると思う。オスティナートの学士ね。で、その大層な名前の奴らはどこにいるんだ。学士もユウたちと同じ現実から来た人だから、この高校の生徒なんだよ。つまり学校にいる可能性があるってことか。確かに当てもなくミュウを探すより早そうだ。なるほどね。じゃあ手分けして探しましょう。みんなで固まってたら怪しまれるだろうし。よし、それなら俺と新入り琴乃のグループと小太郎三笛鈴名のグループに分かれて探しに行くぞ。なんだこの曲。これカギピーの曲だよ。綺麗な曲。でもなんだか空気が変わった感じがしますね。洗脳されているデジヘッドは学士の曲を聴くとそれに共鳴してより凶暴化するんだ。このタイミングでそんなことをするってことは、誰かがデジヘッドをけしかけて学校に戻った新入りをとっ捕まえようとしてるのかもな。まあそのカギピーとやらだろうな。逆に考えれば今この学校にいるってことだろ。おい新入り、携帯持ってるか。帰宅部でグループを作ってあるから、ワイヤーの ID を教えてくれ。登録したグループのみんなとチャットができるアプリ知ってるわよね。何かあってからだと遅いし、私から帰宅部のグループに招待するわね。これでよしっと。いつでも個人宛にメッセージくれたっていいわよ。なあアリア、新入りのあの能力俺たちにも使えるようにならないのか。メビウスに気づくほどの現実への執着だし、みんな素養はあると思うんだけど、こればっかりは確約はできないかな。だから私のいないところでは戦闘は避けてちょうだい。そううまくはいかねえか。新入り、入部早々悪いが、いざという時は頼らせてもらうぜ。じゃあそろそろ帰宅部の活動開始とするか。じゃあ小太郎様チームはこの校舎から調べてみるとすっかな。ああそれでいい。じゃあ俺たちは2年のフロアを調べてみるとするか。はーい。じゃあ先輩たち、また後で会いましょうね。何かあったらワイヤーで連絡しますね。怪しまれないためにもカギピーファンのふりをして本人に会いたくて探してるってことにしとけよ。よーし、準備できたならカギピーのことパピューンって見つけちゃって。お疲れ様。手がかりなしか。他のみんなが何か聞いてるかもしれないし、そろそろ一旦集まっちゃおうか。お互いまともな収穫はないみたいだな。ねえねえ君、隣のクラスの子だよね。私機械な活動をしてるって噂の帰宅部について調べてるんだけどさ。ねえ
か知ってたら教えてよ。教えてくれたらナルコ超感謝しちゃう。ねえ知らない？あなたナルコさんだっけ？どうしてそんなに帰宅部のこと知りたいの？どうしてって秘密のクラブなんて謎めいててかっこいいからかな。なんかみんなの注目の的だし。もしかして先輩情報持ってます？え、私は何も知らないわよ。じそんなことより噂話が好きなんだったらカギピーって人のこと知らない？カギピー？最近人気のドールピーの？動画サイトなんかでもすごい再生数稼いでますよね。私も生主やってるけどあそこまではなかなか。いいなぁ。話がずれちゃった。カギピーですよね。まあ噂を知らないこともないですけど。本当？教えてくれない？カギピーのこと。私たちこの曲聴いてファンになっちゃって。代わりに帰宅部のことを教えてくれたらいいですよ。先輩たち何か隠してますよね。私は別に。なあ帰宅部ってそんなかっこいいか？イケてる。そりゃもうめちゃイケですよ。多分何でも帰宅部って世界の秘密を知ってるって噂ですよ。興味そそられちゃうな。チラチラ。きっとすっごいかっこいい人たちなんだろうな。そうかそんなかっこいいかいいぜ教えてやんよ。じゃじゃーん、俺たちがその帰宅部だ。でも秘密だぜ。あ、小太郎、このバカ野郎、何考えてんだよ。うっそ、マジ？やだ、ちょっと待って、写メ撮らなきゃ、写メ。おい、勝手に撮るな。おっと、命より大事なスマホをそう簡単には渡しませんって。それでそれで帰宅部って何してるんです？何人いるんですか？今ここにいるので全員？何が目的なんですか？ざー、めんどくせえやつだな。秘密なんかねえよ、ただの仲良しグループだ。そんなことより影ピーを探してるって言ってんだろ。もう行くからな。あ、待って待って、影ピーの情報ならバッチリ持ってますから。この森田ナルコさんが案内しちゃうよ。さあ行こう行こう。目的地は3年4組だよ。それじゃあ出発。3年4組って言ったら3階の西にある教室だったな。小太郎のグループはカギピーが見つからなかった時のために他の場所を調べておいてくれ。ん？何の音だ？何の音かな。あ、森田さん、皆さんとどこかに行かれるんですか？やっほー、水口さん、今からカギピーに会うために3年生の教室に行くところなんだ。カギピーさんって私たちのクラスにもファンの方がたくさんいる人気ドールピーさんですよね。森田さん、知り合いだったんですか？私はそういうの疎いんですけど、顔が広いんですね。ふふん、うん、私にかかれば朝飯前だよ。じゃ、行ってくるね。ひょっとして、また森田さんが迷惑かけてますか？ううん、カギピのところに案内してもらってるだけよ。それよりあなたは？私、森田さんのクラスメイトで水口マリエと言います。森田さん、ネットと SNS に夢中で現実の交友関係がおろそかみたいなんですよね。よかったら仲良くしてあげてください。それでは
私はこれで。何やってんです？行かないんですか？何が起きたんだ？わーい、デジヘッドがコトノを連れてっちゃった。早く追いかけなきゃ。ほら見ろよ、ゴシッパーに貼られてた写真と同じだろ。絶対こいつ帰宅部だよ。なんでこいつら俺たちのことを。おい、そいつを話せ。あ、なんでそんなこと。おいおい、こいつらも写真に載ってるやつだぜ。ミュウの良さが分かんねえなんてどうかしてんじゃねえのか。全員捕まえて教育してやろうぜ。くそ、相手は二人か。うわ、喧嘩だよね。写メ撮らなきゃ。何やってんだ。怪我する前にどっかに隠れてろ。分かったってば。そんな怒らなくてもいいのに。終わったら呼んでよね。もう少しで手がかりが見つかりそうだってのに。いい加減にしようよ。こっちはこんなクソみたいな世界もううんざりなんだよ。何がミュウだ、何がカギピーだ。くだらねえ。ままごとならてめえらだけで一生やってろ。俺はさっさと家に帰るって決めてんだよ。ショウゴの彼が…よし、来たー。ガワーイ。これが俺の…新入りのとはだいぶ違うようだが…うん、それぞれの心を反映して形状が変わるんだ。二つとして同じものは生まれないよ。この形は火星か。大きなお世話だよ。ミュウ、ショウゴも目覚めた。いけるよ、カトノを取り戻そう。シンイリ、協力してやっちまうぞ。ミュウの魅力もわかんねえようなダッセーローグが俺たちに勝てると思ったのか。捕まえる前に軽く遊んでやるよ。ふう、なんとかなったか。ぶっつけ本番でも戦えるもんだな。ありがとう、助かったわ。ごめんね、迷惑かけちゃって。それにしてもびっくりしたわ。何あれ、目の前で体が割れちゃうんだもん。あれこそユーたちがうちに秘めてる心の形さ。普段しまい込んでる心が殻を破って出てきたと思えばいいよ。まあ俺は新入りがああなるのを見てたから驚きはしないが、こんな力使って本当に大丈夫なのか。私がいる限りは大丈夫だね。殻を破るほどの心を正しい形に保つのが私の役目だから。そういう存在がないまま感情を溢れさせちゃったのがデジヘッドだね。力の出所は一緒だよ。私の力が万全ならメイビウス中の心は正常に保てたんだけど、今は見ての通りだからユウたちで精一杯なんだ。なるほどね。アリア、ちょっといいかしら。何こと。もえ、ちょっと待って、嘘でしょ。カラバー、ちょ、ぐわーい。
ね。なんかムズムズする。これが、おーい、ちょっと急すぎだよ、びっくりだよ。ごめんごめん、多分できるなって思っちゃって。お、俺と新入りに比べてなんかあっさりだな。あんな状態から発言するなんて異常なことだよ。一体何者なのよ。とにかくこれで戦えるやつが3人か。今までは逃げ回るしかなかったが、これなら。そういや、こいつらは俺たちが帰宅部だって知ってやがったな。一体どうして。おーい、終わった、みんな無事って相手の人伸びちゃってるけど平気なの？しばらくすれば目を覚ますでしょう。帰宅部ってやっぱりなんかやばいことしてるよね。私の目に狂いはなかったね。学校でいきなり襲われるなんて今までなかったもん。びっくりしちゃったよ。別に何もしてねえよ。それより予定通り3年4組に行くぞ。なんでどこもかしこも。ごめんなさい、慌てて。触らないで、近づかないで。ちょっと大丈夫？な、何あの超特急ガール。やいってなんて力だ。あの子に何かしたの？そうよね、どうしたのかしら。たく、何が起きてもおかしくねえな。ここはとっととミュウを捕まえてずらかろうぜ。あれ、おかしいな。なんか行こうとしてた教室に着かないっていうか、迷子みたいな。3年生の会って複雑だよね。ほとんど来たことないから完全に迷子になっちゃった。ああ、私たちがメビウス作ったって言ったでしょ。ここってみんなの思い描く学校のイメージのごちゃ混ぜミックスでさ、結構エキセントリックな構造になってるみたいで、まあ学校に限った話じゃないんだけども、メビウスの存在に特に違和感を持ってない人は日や場所がおかしくなっていることにも気づかないから問題なかったんだけどな。あのメカネっ子、妙に勘が鋭いね。ユウみたいに気づいてるわけじゃないみたいだけど。そう、ねえねえ、3年4組まで道案内お願いしちゃってもいい？思い出したらすぐ言うから。よろしくね。それじゃ出発！出発ナウ。この教室にカギピーがいるはずだよ。私が見てくるね。わかった。あれ、絶対ここだと思ったのに。ガセネタ捕まされたのかな。私としたことが。おい、本当にカギピーってやつのことを知ってるんだろうな。話と違うじゃないか。やだな、ちゃんと知ってますよ。ひょっとしてみんな疑ってる？じゃあとっておきの情報言っちゃおう。カギピーの本名は響健介っていうらしいんだな。ゴシッパーでそうじゃないかってつぶやいてる人見たんだよね。ネットの書き込み見ただけかよ。別にお前自身が知ってるわけじゃ。おっと、いや、美和坂くん、こんにちは。美和坂、こんにちは。
琴乃さんは今日もお美しくていらっしゃる。誰誰この爽やかなイケメン、写真撮っちゃおう。万年学年トップの岩坂英二君。トップって成績すごい。パシャッパシャッ。学生の本文をおろそかにしてないってだけさ。感心されるほどのことじゃない。足の速さじゃ佐竹君にかなわないしね。まだ根に持ってんのかよ。へえ、人は見かけによらないもんですね。パシャッ。いや、いないな。ああ、確かこの前卒業生代表してたやつだろ。だっ、え？マジかよ。入学式の時は新入生代表もやってたな。1年1組だったと思うけど。ん？ん？どういうこと？それより君ら帰宅部って連中のこと知らないか？おお、それなら。そっか、あいつ一年坊主だったのか。いや、悪い悪い、何勘違いしてたんだろうな俺ら。何言ってるんですか、翔吾先輩たちが帰宅。おっと、もうこんな時間だ。ほら行くぞお前ら、邪魔したな宮坂。ありがとう、美和坂くん。もう、せっかくスクープを披露するチャンスだったのに。ペラペラ言いふらされたら困るんだよ。ほころびに気づいてるわよね。勧誘しないの？ん？誰でもホイホイ受け入れてたら目立つだろうが。頼りになると思うけどな岩坂君。あいつにもほころび見えてるって知ってたら小太郎より先に声かけてたさ。それより鍵ピーだ、1年1組だってよ。行ってみよう。小太郎君たちにもワイヤーで伝えておくわね。残念だったと思うんだけどな。ユウ、聞こえる？あのメガネっ子、やっぱりなんとなくメビウスのこと認識してる。だから記憶に混同が起きてるんだ。あのエイジってイケメンは完全に気づいてるね。ショウゴと何かあったのかな。変な音が聞こえなかった？お、音？私には聞こえなかったな。一緒にたくさんの人を幸せにしようって約
束したんだもんね。うん、もっともっと私たちの歌を聴いてもらって、たくさんの人を幸せにしちゃうよ。君も欲しいものとかしてほしいことがあったら何でも言ってね。私とアリアで頑張って叶えてあげるから。みんなが現実の辛い思い出を全部忘れられるような世界にしていくからね。ミュウ、そうだよね。早く本当のミュウに会って話をしなきゃ。もしまたミュウの残滓を見つけたら、今みたいに話を聞いてあげて。みんなにミュウのことをもっと知ってほしいんだ。この1年1組に響健介がいるんだな。3年4組だったと思うんだけどな。でももし本当にいたら大ニュースだし、その時はつぶやかなきゃ。小太郎たちとここで合流するから、お前も少しおとなしくしてろ。早くカキピー見に行きましょうよ。全員集まったわね。そっちは大丈夫だったの？いやー、デジヘッドに何度も見つかりそうになってヒヤヒヤでしたよ。小太郎先輩大きいから目立つし。あ、でもどうしてデジヘッドって襲ってくるんですかね。別に私たちが現実に帰ったって自分たちには関係ないのに。まあ根本はミュウの楽曲にハマってないユウたちにおすすめしたい一心なんだよ。そしてミュウの楽曲を聴いた人から生まれるエネルギーでメビウスは維持されてる。それを自分たちの理想的で幸せな世界を壊されたくないでしょ、普通は。だからデジヘッドはユウたちを捕まえてメビウスをミュウを拒絶しないように洗脳したいってわけ。 OK。 ふーん、つまりデジヘッドからすると私たちはこの世界を壊そうとする悪者ってわけなのか。うん、私たち悪いことしてるんでしょうか。そんなわけねえだろ。帰りたい奴がうちに帰ろうとしてるだけだ。悪者なわけねえよ。なことより奴らどういうわけか、俺たちが帰宅部ってことを知ってやがった。マジかよ。おい、まさか裏切り者でもいるんじゃねえだろうな。どうしましょう。そんな風には思いたくないけど、みんな注意してね。ねえ、まだですか。ちょうど話が終わったとこだよ。じゃ、行くとするか。はい、こんにちは。この街とドール曲をこよなく愛するミュークラストのみんな、元気ですか？カギピーです。おいおい、マジで本物かよ。俺声聞くの初めてだぜ。これって放送室にいるってことだよね。あ、私サインもらってこなきゃ。曲の途中だけど、ここでお知らせです。ミュークラストのみんなはオスティナートの学士が情報提供を呼びかけている帰宅部って連中のことを知ってるよね。彼らはみんなが幸せに暮らしているこの世界にほころびと不協和音を生む異端者なんだけど、今日はなんとこの帰宅部のメンバーが分かったんで発表しちゃいます。教室のテレビに注目してください。これがそのご尊顔です。彼らを見つけたら捕まえてミュウの良さをおすすめしよう。おっと、今入った情報によると彼らは今1年1組にいるみたいだね。なんだ、なんで俺たちの写真が。この写真だいぶ近くから撮られてますよね。やだな、太って見える角度だ。森田さん、なあ、はあ、やっぱりだ。ネットでせっせと実況してやがったな。お前、秘密だって言ったろ。フォロワー数伸ばしたくって
学士たちが帰宅部のことを探してるからファンの人たちがたくさんフォローしてくれるんだ。あ、でも誰にも喋ってないよ。ゴシッパーでつぶやいただけだし。たく、へりくつこねやがって。うわ、いっぱい来ちゃいましたよ。それにしてもよくまあこれだけ集まるもんだな。暇なのかね、こいつら。小太郎くんたちは下がってて、私たちで何とかするわ。なんだよそれ。かっこいい。説明は後だ。あ、なにこれ、みんなどうしたの。くそ、キリがねえ。やめろ、手を出すんじゃねえ。俺が相手だ。俺は戦える、戦えるんだ。 お前ら悪者なんかに絶対負けねえ。待って小太郎くん、素手で立ち向かえる相手じゃないもん。震えるな俺の足。ちくしょう、俺は強いんだ。こんなにでかいんだから。うわ、気持ちにまで。ゆう、ちょっと失礼。くぅ、俺がやるんだよ。やったぜー、ゴーライブ。なんだこれ、でかい、かっこいい。小太郎もか。よし、そっちは任せた。一気に片付けるぞ。しゃあ、全部俺に任せとけ。なんなの今の。なにこれ、周りがなんかおかしく見えるんだけど。あなたも今の騒ぎで卒業しちゃったみたいね。それがこの世界の本当の姿よ。本当の姿って。ああ、今の騒ぎで卒業しちゃったんですね。あんまり大騒ぎしない方がいいですよ。デジヘッドにバレると洗脳されちゃいますから。洗脳？洗脳とは人聞きの悪い。ただいいものをいいと勧めているだけですよ。こっちのことは筒抜けってわけね。監視カメラかしら、趣味の悪い。ミュウから聞いたことがあります。もう一人のバーチャドールの存在。あなたたちの力はそいつのせいですね。早めに潰しておきましょう。僕の名声もさらに上がるでしょうしね。放送室で待ってますよ。なんなの、あの子に食ったらしい言い草。早くこのケンスケってやつを捕まえてミュウの居場所を聞き出しちゃってよ。妖精が喋ってる。妖精じゃないし喋るし。ほんと、写真はダメだよ。はいはい、事務所を通してね。こんなお騒がせ女ほっといて、早く野郎捕まえに行こうぜ。私はどうすればいいのこれ。さすがに放ってはおけないわよね。小太郎くん、森田さんを安全な場所まで連れて行ってくれない。はあ、さっさと放送室行こうぜ。しかもなんで俺なんだよ。琴乃が行けばいいだろう。私じゃちょっとね。女の子を危険から守る役目なんて頼れる人じゃなきゃ。ほう。目覚めた力もすごく大きくて強そうだし、何かあっても大丈夫そうでしょ。だから小太郎くんなんだけどな。よし、引き受けた。頼りないお前らは固まって先に行け。俺は後から追いつく。はいはい、よろしく。
放送室前で待ってるぞ、小太郎。真打ち登場の前に梅雨払いは済ますといてやるからな。うわあ、扱い慣れてますね。よし、新手が来る前に放送室に向かうぞ。ちょっと待ってくれ、あそこにいるやつに話があるんだ。稲沢。またあんたか。新しい部員も入ったんだ。どうすればここから出られるか検討もついた。どうだ、考え直さないか。検討？やっぱり濡れるのは好きじゃない。失礼。また振られちまったか。何なの、あの超絶イケメンは。何食べたらああなるの？あいつは峰沢いずる。やつもほころびが見えるのは分かってるんだが、人間嫌いみたいだな。何度勧誘しても振られっぱなしなんだ。もしデジヘッドに狙われたりしたら、一人で対抗できるのかしらね。あのお騒がせ女はちゃんと安全なところに連れて行ったぞ。あとはカギピーをとっ捕まえてミュウの居場所を聞き出すだけだぜ。よし、それじゃあ乗り込むぞ。罠の可能性もあるが、ここまで来たら行くしかねえな。ミフエちゃんとスズナちゃんはちゃんと後ろの方に隠れててね。了解です。は、はい。邪魔にならないようにします。準備はいいな。ミュウの居場所を聞き出してさっさとこの世界からおさらばだ。ようこそ先輩。入学式以来ですね。あの時はどうも。人の顔を見ていきなり逃げ出すなんて失礼じゃないですか。結構傷ついたんですよ僕。こんなおかしな世界のことに気がついたら誰だって驚くのは当たり前じゃない。おかしい？おかしいのは皆さん帰宅部の方ですよ。最高じゃないですか。みんな僕の曲で熱狂して欲望を丸出しで自由に振る舞ってる。あなたたちからすれば奇妙に見えるあの見た目もなってみれば最高に気持ちいいですよ。ミュウの歌が直接脳に刺さるんです。天国ですよ。ダメだこいつ、完全にイカれちまってるぜ。だからここじゃ行かれてるのは皆さんなんですって。どうしてメビウスから出ようとするんです？ここにいればずっと子供のままでいられるんですよ。現実に戻ったってくだらない大人にならなきゃいけないだけじゃないですか。皆さんだって毎日朝早く出勤して夜遅くクタクタになって帰ってくる両親や学校でドキュンにからかわれている先生を見てるでしょ。受験だ就活だなんて振り回されて大人になったって何もいいことなんかありゃしないじゃないですか。メビウスはね、
そんな大人たちが作ったくだらない仕組みに絶望した人々の最後の楽園なんですよ。先輩だってつまらない大人になんてなりたくないでしょ。やっぱりね、先輩とは気が合いそうだと思ったんです。じゃあ先輩、このマインド本をかぶってください。僕らと同じミュークラスターになれば、子供のままずっと楽しい夢を見ていられますよ。ずーっとね。ちょっと何言いくるめられちゃってんの。しっかりしちゃってよ。オッケー。そうですよ、現実では誰も僕を分かろうとしない。僕の才能を理解しようともしない。くだらない、本当にくだらない。奴らは僕に普通の大人になることを求めてくるんだ。あなたなんかに何がわかるんですか。どうせ才能があったとしても使い捨てられて結局は惨めな大人になるんです。はあ、本当に現実のことを何も分かってないんですね。あなたたちだって現実が嫌でここに来たのに。うるさい人ですね。やってみなくたってわかるでしょう。僕は他の奴らとは違う。無駄な努力ができるほど頭悪くないんですよ。だから僕の方から現実を捨ててやったんだ。この世界ならみんなが僕を認めてくれる。僕は思い通りの特別な僕でいられる。一体どれだけの大人が自分の生活に満足してるって言うんですか。毎日毎日同じことの繰り返し。一度レールに乗ってしまったら二度とやり直しなんて聞かないんだ。子供のままならずっと子供でいられれば、いつまでも自分の可能性を信じていられる。なんだその目は。お前らも僕のことを認めないのか。僕は特別だ。みんなが憧れるオスティナートの学士だ。僕がいるべき場所はここなんだ。ああ、お前がここにいたいのはよくわかった。好きなだけここにいりゃいいさ。現実のお前がどうだろうと、ここでお前がどうなろうと、俺には一切の興味がない。邪魔しないから俺たちだけ現実に返してくれねえかな。一生やっててくれていいからよ。あなたに帰りたくない理由があるように、私たちにもどうしても帰らなきゃいけない理由があるのよ。お願いします。ミュウの居場所を教えてください。はあ、困るんですよ。あなたたちみたいなローグが増えるとほころびが大きくなってメビウスの輪がほどけてしまう。一度招かれたものは誰も返さない。それがミュウと我々オスティナートの学士の総意です。どうしても出ていくというなら、力ずくでマインド本をかぶってもらいましょうか。なぜそこまでして帰りたがるんです。僕が負ける。そんな、僕、よっしゃ、どうだ、目が覚めたかよ。どうして僕たちの邪魔をするんですか。この世界から出たいだなんて。そんなもん人それぞれだろう。俺もこいつらの帰りたい理由なんて知らねえよ。詮索する気もないしな。だいたい家に帰るのに特別な理由が必要なのか。特別か。はあ、うまくいかないな。現実でもここでも。手荒な真似してごめんなさい。
いや、しょうがないですよ。手を出したのはこっちからなんで。それに思いっきり叫んだらちょっとだけすっきりした気がします。しかしこれからどうしようかな。ミュウはともかく他の学士は許してくれないよな。ねえケンスケ君、そのミュウはどこにいるの？知ってたら教えてくれない？ちょっとわからないですね。僕は学士といっても新参なんで、ミュウがいつもどこにいるのかは知らないんですよ。かー、はずれかよ。おいおい、せめてなんかヒントとかないのかよ。でも他の学士なら知ってるのかな。例えばスイートピーって学士がいるんですけど、その人の居場所なら知ってますよ。ふわふわの女の子らしい曲作るんですけど、似たような趣味の仲間を集めて秘密のお茶会を開いているらしいです。ふわふわ？フリフリのドレスとか着るんですか？あのなんていうか僕もわからないんですが、メルヘンな感じのガーリーでパステルな。なるほど、よくわかんない。私にもちょっと幼すぎるな。スイートピーの秘密のお茶会か。うまいこと潜り込めればミュウの居場所を聞き出せるかもしれんな。待ってください、僕もついてっていいですか？入れてください、帰宅部。あ？お前ここにいたいんじゃなかったのかよ。ずっとそう思ってたんですけど、皆さんを見てたらよくわからなくなってきました。ついていったら帰りたいって気持ちが少し。そんなこと言って俺たちの情報を敵に流すとかじゃねえだろうな。しませんよそんなこと。こうやって負けちゃった今、僕の言うことなんて他の学士は信じません。いいんじゃないかしら、嘘を言っているようには見えないもの。はい、私もそう思います。別に構わんが、無理してないか？無理ですか？今のところしてないですね。思えばずっと無理しないできた結果がこうな。そうか。ま、俺にはよくわからんが、学士のお前が味方になってくれれば都合のいいこともあるだろう。よろしくお願いしますね、ケンスケ君。ひとまず部室に戻って次の手を考えるとするか。ずいぶんあっさり僕を受け入れるんですね。変な人たちだな。先輩、そうだ、あなたには特に聞いてみたかったんですよ。本当に現実に帰りたいんですか？何でも叶う理想の世界がここにあっても、何にも叶わない現実を選ぶんですか？強いんですね、先輩。皆さんについていけば、現実で何かを乗せる大人に。すみません、置いていかれちゃいますね。さあ行きましょう。現実に帰った先輩の姿。デジヘッド？下がっていてください。彼らは僕に用があるみたいなので。まったく仕事が早いですね。もう再洗脳をしに来たんですか？ちょっと待って、学士の力で戦うつもり？戦うにはそれしかないですからね。ダメだよ、それじゃあ負の感情に飲み込まれちゃう。学士に逆戻りになっちゃうよ。私にユウの心の調律をさせて。心の調律？学士に選ばれるほどの強い思いを調律すれば、その力はユウの大きな味方になる。さあ心を解き放っちゃって。帰宅部に入ったわけですし、
業に従うのが筋ってやつですかね。ということでデジヘッドの皆さんは諦めてください。今は学士に戻るつもりはありません。帰宅部について行った先に何があるのか、現実の世界にどんな可能性があるのか、邪魔をするなら容赦しませんよ。よし、行っちゃうよ。ガモーライブ。これが心の調律。なるほど、悪くない感覚ですね。それではデジヘッドの方々にお引き取り願いましょうか。オスティナートの学士たち、メビウスに危険な因子が存在しているわ。彼は帰宅部と称するローグたちに流行遅れのラガードに戻された不幸な男よ。なんだと、あいつらそんなこともできんのかよ。裏切り者のバーチャドール、アリアが彼らに手を貸しているようね。なるほど、ただ間抜け面並べてうろついてるだけじゃないってわけ。我々オスティナートの学士に抗う力を手に入れた奴らはメビウスの崩壊を招く脅威。何としても私の前に彼らを連れてきて。ラガードに戻された者も同様よ。ソーンちゃん、ラガードの人たちをどうする気？世界に取り残された哀れな人たちは我々学士が導かなくては。やめろ、やめてくれ。再教育の手段は選ばないみたいだね。街中 PV だらけなんかにしないで最初からそうしとけばよかったのよ。どこに行っても小娘の甲高い声とダンスばっかりで私の美的センスに合わないのよね。口を慎んでミレン、あなたがそうしていられるのは一体誰のおかげ？分かったわよ。帰宅部の情報を送るわね。それぞれ写真を確認して。くれぐれも侮らないで。彼らはすでに末席の学士を引き入れた。うん、そう、カギピー君裏切っちゃったの？早くない？やつは我らオスティナートの学士の中で最弱、同様には値せん。メビウスに招かれた以上帰宅部も皆耐え難い苦悩を抱えているはず。その傷をついてあげれば現実に戻ろうなんて馬鹿げた考えも改めるでしょう。ならばその一番図体のでかい男はこのし、私はこの翔太の子が気になるな。細くて健康的で、このすかした女、ちょっとひざまずかせてあげようかしら。僕はこの気の弱そうな女の子。相変わらずキモいな、少年ドールはよ。けど残念だぜ、帰宅部にミネサーの野郎がいりゃギタギタにしてやんのにな。その中にいなくたって、気に入らないならやっちゃえばいいじゃん。まあ私の手にかかれば全員イチコロなんだけどね。ウィキッド、この男には手を出さないで。佐竹翔吾、こいつは私の獲物。でも一番重要なのは
アリアと一緒にいるこの男よ。絶対ミュウに近づけないで。大した人間に見えないけど、ほころびが拡大するのを防ぐためにライブやイベントももっと増やした方がいいわね。メビウスの礎となるデジヘッドは多ければ多いほどいい。ライブなら俺に任せろ。シェ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 、温泉で裸ライブなんかどうかな、イケピー。お前と一緒にすんな、ストーク。キモ。考えておくわ。口なし、頼むわよ。他にも手を打っておくかしらね。